大きいとこ来ましたね。東京新宿。この地域では大きい。全然違うね。ただコンビニはない。駅が無人。あ、ヘリがあるな。バックに向けて大体50分ぐらいですね。第1点戻りました。はい、91点、だいぶ慣れてきましたね。午前中が 80%、 午後の問題は100点を取りました。平成27年、続いて平成28年をやっています。これリセットできない。はい、順調です。来てるんだろうって言ったら、まだね、こんなところですね。はい、この混み合ってるのが岡山ね。で、ゴールはこのハートマーク。でも半分以上来たんだな。半分以上来てますよね。じゃあどの辺かっていうと、お、そろそろ海に出るのかな。男子福山ってこの辺なんだ。まだ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 、これね、宇部とかね、まだ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 こんなとこです。でも無人だ。光ってるか。片側に車線が切れて、湘南国道がね、134号線に出る。あ、そうですね。南方線というと、海はすごい近いんですけどね、ちょっとその CM が邪魔して見えない。久々の新幹線。新幹線止まるんですね。ピーカスかなと思ったら結構傷んでる街だね。
見えないと思う。アナウンス聞いてなかったんだけどね、約20分30分後からですね。ちょっと探検してきたことかな。新山口駅を出ます。20分ほど待ちました。で、時間がちょうど12時ですね。アスファルトとか、ね、石油を使うプラントがあるのかと思ったらそうでもないよね。主にやっぱり農業が中心ですね。